また理科のか、理科か、理科に冠を携わず、理科冠を携わる2はいらなかったですね。確か、靴紐をほどけた、栗があるところで靴紐がほどけた。で、靴紐をほどこう、靴紐を結ぼうとすると、遠くから見れば栗を拾っていることになる。で、桃の木のところで、自分がかぶっていた冠が、ずれてしまった。で、冠を正そうとする姿が遠くから見れば、桃を盗んでいるように見える。だから、疑惑を持たれるような行動はしないという意味でよく使われていますが、Google で調べてみると、理科2でいいのかもしれないんですが、そうですね。理科2ですね、やっぱり。ことあるごとに疑われてからならかなわない。紛らしい真似をしないことだというふうな意味ですね。あ、スモモでしたね。栗じゃなくて、ウリの畑で靴ひもを、ウリがなっている畑で靴のひもがほどけた。それを、靴のひもを結ぼうとすると、ウリを盗んでいるように遠くが見える。で、今度はスモモの木の下で冠、スモモの木の下で冠がずれている。あ、なんて言うんでしょう。スモモの木の下で、スモモの木の下にいるときに冠がずれてしまった。でも冠を直そうとするとスモモを取っているように思われるということですね。貝より始めようは貝より始めよう。これはまあ横山ミステの四季という漫画に出ていたんですが、まず自分を大事にしてください。そうすれば、そうですね。小王というのがいるんですが、紀元前4世紀の中国ですね。燕の、燕という国は、父親が、なんて言うんでしょう。どう説明すればいいんでしょうか。このことは郭外という人が言ったんですが、小王というのは自分の国を力をつけたいと思っていたのです。父親が騙されて、父親は戦王ですね、騙されて国を乗っ取られてしまったので、なんとか自分の国を強くして、父を騙した国に反撃しようというふうにするのですが、その時にどうすれば優秀な人材が来るのかということを覚悟というふうに言ったんですが、この時にまずこの覚悟を持ち、覚悟を重く用いることです。そうすればあの覚悟というふうな気がしたんですが、ちょっとこの字も覚悟ですね。各界も、会より始めようというのは各界が始めたんですが、あの各界より、まず、なんでしょう。なかなか難しいですね。まあ、今の意味というんですが、手近なことから始めなさいという意味です。式。横山ミステリー式の最初の 1,2,3 巻ぐらいに載っている言葉なんですが、読めばわかります。どうしたら国を強くすることができるかというのを各界に聞いたときに、各界がまず私を大事にしてください、そうすれば私、あの各界も大事にされていれば、私もきっと他の国にいる人たちが、私たちも大事にしてくれるだろうという人が集まってくれる
という5時から来ているんですが、で今では、言い出した人から始めなさいというふうな感じですね。手近な私から始めなさいということですが、あ、ここにも書いてありますね。大電話の電池相変わらず進化していないなと思いました。この100枚連射というのも 940SH なんですが、サイズが小さいのです。こんな小さいのに100枚取ったらあまり役に立たないのかなと思いました。まあ何でしょう、携帯電話のメイン画面に目いっぱい表示できて、でそれを連続で再生することができれば、まあ、役には立つような気がするんですが、パソコンで見るとかやっぱり小さすぎるかなと思いました。今も使っているパソコンはマウスコンピューターのパソコンなんですが、 USB3.0 には対応していません。で買ったのは 64bit のパソコンですが、でメインメモリーが 4GB なので、せっかく 64bit の OS 使っているのだから、もう少しメインメモリーを増やそうとは思っているのですが、そうですね、やっぱり面白かったですね。内容が読めなかったです。もうこういうアニメというか、今のアニメは美少女が出てきて、で主人公にアタックして、あとは適当に、まあ最後の方はうやむやになって終わるというアニメばっかなんですが、なんとなくですがそういうような感じのアニメが多いですというように思いました。あ、もう時間が来たので、あと8秒7秒6秒ぐらいしかないので、ここで終わりたいと思います。